NEXCO 東日本です。午前10時25分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、7号小松川線上り方向の情報です。事故のため、両国ジャンクション付近を先頭に1キロほど渋滞しています。引き続き、京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。船橋インターの先、船橋上信路付近9キロポストで大型トラックと乗用車による事故が発生しており、現在事故処理を行っています。次に、この先の奈良木インター付近7キロポストを先頭に交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。